キャロッセの小山です。今回は前回ワインディングテストコースに持ち込んだ GR ヤリス RC を今回も持ち込みました。前回とはサスペンションを変えて単頭式のスポーツ S、 こちらをベースにこちらのコースに合わせてバネレートを多少上げております。あとはクスコの得意とするボディ補強パーツ、ストラットバーをはじめパワーブレース、フロアの下回りにボルトオンの補強パーツがついております。あとはこちらもクスコが得意とする駆動パーツ、前後にクスコ LSD タイプ RS、 フロントはワンウェイ、リアは 1.5A が入っております。またクラッチもクスコ製のメタルシングルクラッチカバーとセットで組み込まれております。エンジンに関しましては補給類含めて純正になっておりますけれども、モーテックの ECU で車種専用のプラグインタイプですね、こちらで制御をしておりまして、あとはセンターのカップリング ECU、 イギリスのサイベックス社の AWD コントローラーを組み込んでおり、まあ、マッピングのデータの書き換えも可能で、センターのコントローラーでその辺の微調整も可能になっています。もともとのターゲットとしては、まあ、タイムアタックで車を作りましたが、こちらのワインディングコースに合わせて変えておりますので、幅広く使えるセットアップはしております。バネレートってもともとより今日は高めてきてます、はい、そうですね。通常だとフロントが6キロ、リアが7キロ、これが吊るしのバネレートですが、今回フロント8キロ、リアが11キロで組み込んでおります。ターキットに比べれば路面は悪いですけれども、比較的ここの道は地元なんで大体分かってはいるんですけれども、道は割と綺麗な方なんですよね。減衰力に関してはサーキットよりも弱めた仕様にはしておりますけれども、バネは多少固めてもそんなに跳ねは出ないんじゃないかというところでこの仕様にしております。パワーって上がってるんですか？はい、パワーは、ね、多少だと思います。細かいところでレスポンス上げてると思うんですけれども、トータルパワーはそんなにいじってないと思うんですよね。270ですね。車重も変わってないです。ロールケージとか組み込んでないので、はい、基本的に車重は純正と変わらないですね。車的にここになると一番変わるよっていうところですね、はい、やっぱりデフですかね。コーナーのくねくねした立ち上がりなんかではやっぱり LSD があるなしでのスピード域っていうのは変わってくると思いますので、そこが一番大きく変わるところだと思います。クスコ GR ヤリス、春名アタック。横向いた、ちょっと気をつける、本当に今やばかった。うん、じゃあ行きます。お願いします。痺れるね。ダブル R カーだよね。アンチラグの音聞いちゃうとついなんかテンション上がっちゃうんだよな。 D1 もそうだよね。うん、パラパラパラって言うと踏まなきゃいけないっていうね。四駆の車はやっぱりこうキャロステクスコだよね。その辺のデフのやっぱり利かし方、フロントとリアのやっぱりこうデフの、フロントがワンウェイ、後ろが 1.5A、 車は曲がるんだけど前よりも後ろがちょっと強いので、その分若干オーバーステアっぽくなるんだよね。でサーキットでオーバーステアっていうのはすごいありがたいんだけど、ここでのオーバーステアっていうのは地獄を見るこうオーバーステアなんで、そこのやっぱり微妙な、でもこの動きを出せるっていうのはデフあってのやっぱりことなので、またそこだけじゃなくってやっぱりいろいろサスペンションだったりとか
あと補強パーツだったりとか、まあ、あとブレーキだったりとか、まあ、そういうの も安心してやっぱりこう攻められる。特にやっぱりラリーをよく知ってるなっていうね。でもトロッセのなんかドライバーあんなオーバーステアで運転するのかな。オーバーステア俺得意の方なんだけど、ちょっとねやりすぎ感があるからなんか恥ずかしいんだよね。まあでもやっぱりすごくやっぱり楽しめたし早かったと思う。やっぱ四駆の車はやっぱりこうキャロッセクスコっていうのはやっぱりものすごく自分の中ではインパクトが強かったかなと、そんな感じです。